どうもこんにちは、そうやです。いや、めっちゃ寒いですね。こんな寒い中でも相変わらず、Z の作業をぼちぼちやっております。前回ですね、このドアがまさかの私が入手した中期型のドアとは全く違う、当然といえば当然なんですが、致命的なほどに違うところが多すぎるっていうことが、判明しました。で、何が違うかっていうのはですね、ちょっと今回、改めておさらいしたいと思います。まずドア自体がですね、輸出用と国内用では全然仕様が違うらしいんで、これは動画を見ていただいている視聴者さんから、教えていただきました。ありがとうございます。最初このドアの内側のパネルがですね、後期型独自のものだと思ってたんですが、これはどうやら輸出用のものらしいです。なんで国内仕様には見られない形らしいですね。コメントいただいた内容によりますと、輸出用のドアは、大体はこういう補強が、国内仕様よりも太いものが入っているということです。で、今回、問題になっているドアの構造が全然違うっていうところなんですけど、まずですね、合わなかったのがこのドアのモールですね。このモールがですね、微妙に形が違くて合いませんでした。どこが合わなかったのかというとですね、ここのですね、見にくいかな、ここの、角度というか取り付け部分がですね、ちょっと形違うかったんですよ。モールを出してきたんですけど、このフロント側の取り付け穴の位置は合ってるんですけど、後ろ側のですね、モールの取り付け穴の位置と、あとモール自体の形が違うんです。あれっていう感じですね。まあ、一番大きいところはですね、このモールの後ろの後端部分ですね、ここの形が明らかに違う、これがまず一つです。続いて二つ目がドアロックの形が違うんです。分解したドアロックはですね、こういう、ボックス型になっておりまして、最近の車では一般的なストライカーがですね、ここに入り込んでカチャンと、なる感じなんですけど、はい、こちらのドアはですね、このように、なっております。この時点で気づいておけばよかったんです。私はてっきりですね、このボックスが分解されているんじゃないかって思い込んでたんです。でもですね、裏側を見るとですね、こんな形になっているんです。で、車体の受け側が、はい、こういうストライカーと言っていいんでしょうか、まあ、こういう形になっております。はい、というわけで、このドアの特徴を見る限り、おそらく Z 乗りとか Z に詳しい方は気づいた方いると思いますが、このドアおそらく前期型のドアがついております。いやー、まさかマジでみたいな。いや、車が後期で、しかも年式が78年式で最終型ってなってたんで、ドア後期だと思っちゃいますよね。いや、前期型のことも調べとけばよかったな。多分調べてたら気づいてたと思うんですけど、まさか後期型のボディに前期のドアが移植されてるとは思ってもみませんでした。いや、これはちょっと手間かかるな。相当手間かかると思うんですよ。まあ、そういうことがあってですね、ちょっと作業が、しばらく止まるような感じです。で、これからちょっとどうしていこうかなって、ちょっとここ数週間悩んでたんですけど、今んとこ予定しているのは、この間分解したドアパネルをとりあえずは取り付けて、で、ウィンドウレギュレーターとドアモール、まあ、ウィンドウ関連はですね、そのまま移植しようかなと思っております。それもまあちょっと今日試してみて、どうなるかちょっと確認していこうかと思っております。もしそれでダメだったら、素直にドアパネルを探したいと思います。ちょっと気持ち的になかなか来るものがあるんですが、まあなってしまったもんは仕方ないんで、ぼちぼち頑張っていきたいと思います。一応ですね、この前期型のドアに、後期型のドアロック一式移植してドアパネルを加工しようかなって思ったんですけど、どうもちょっと難しいみたいですね。ドアのこの後端部分のですね、厚みが全然足りないんですよ。後期型だったらこのドアロックのボックスのところをですね、つら位置で格納するために、若干ドアがこう膨らんでるんですね。こう膨らんでるんですけど、前期型のドアはその膨らみがもう全然なくて、すごく薄いんです。こいつを仮に移植できたとしても、今度はこの車体側のストライカーのこの、厚みですね、おそらく2倍近くなるんかもしれない。そこでちょっとつまずきそうな気がするんで、加工するのはちょっとやめておこうかなと思っております。そもそも後期のボディだったのに、なんで前期のドアを移植したんですかね。なんかあったんですかね、知らんけど。それからレストアするときに前期のドアがちょうど転がってたから、それつけたんですかね。もう内装はいらないから切っちゃえっつって切って、あとはつけばいいだろうみたいな、考えられんけどな。
そんなことをしたんかもしれないですね。まあいろいろ言っても知らないんで、とりあえず自分のできることを、ぼちぼちやっていきたいと思います。それでは、今回もですね始めていきたいと思います。はい、というわけで、何かがおかしい、何かがおかしいと思い続けた結果、調べた結果がですね、ドアが初期型のものが付けられていた、そんなオチでございます。とりあえずですね、ちょっと諦めつけるにはまだ早いかなと思いまして、まずはこの切り取ったドアパネルをですね、まあ、とりあえずはつけてみようということで今つけてみております。正直ダメだろうなとは、まあ、分かっているんですが、試さないわけにはいかないですよね。はい、簡単にですけど位置決めができました。ちょうどですね、もともとついていたボルトだと、合わせただけなんですけど、まあ、これでおおよそ、位置的には問題ないんじゃないかと思います。まあ、やっぱりですねドアの形状自体がちょっと違うんで、この切り残していた耳の部分にかけるようにですね、極力ドアパネル自体を、広く切り出していたんですけど、ちょっと足りない部分もやっぱありました。まあ、とりあえずはこれで一回取り付けをしてみたいと思います。まあさすがにちょっとズレはあるかもしれないんで、そういう時はですねちょっと長穴加工で微調整をするようにしたいと思います。さあ穴開けを。はい、というわけで、続いて穴開けをしていきます。今回はですね、取り付ける方法としまして、まあ、最初は溶接をしようかなと思ってたんですけど、まあ状況が状況ですし、まあ、そもそも、取り付ける際にまあ目指しやすいようにしようかなと、考えておりましたんで、今回はハンドリベッターを使っていこうかと思います。使っていくハンドリベッターはですね、まあ、後ほど紹介するということで作業の方をサクサクと進めております。まあ逆にこんな状況になるくらいだったら溶接は本当にしなくてよかったなと思いました。まあとりあえずですね、仮付けして、まあ、どんぐらいずれてるんかっていうのをですね、まあ、確認しておくかなという感じですね。はい、というわけで、とりあえず穴開け終わりましたんで、早速ですね取り付けを押していくんですけど、今回取り付け取り外しがしやすいようにですね、ここに、リベットを打ち込みたいと思います。今回使用しますのはこちらアストロプロダクツのハンドナッターになります。こいつはですねこの先っちょにナッタリベッターっていう、このリベット状なんですけど、中にですねネジが切ってあります。これをこの先端にですねこうやって取り付けて、あとはガチャッとやればネジ切りをせずとも簡単にネジ穴を作ることができます。そんな便利な工具です。なんかねナットの取り付けはですね、一応いくつか、まあ、サイズがあるんですけど、今回は一番大きい M6 を使っていきます。でナットリベッターの方はですねこうやってねじ込んでいくんですけど、この先っちょの面を、しっかり合わせて取り付けを行ってくださいと書いておりましたんで、その通りやっていきます。よいしょ、まあまあ硬いですよ。よいしょ、くっ硬いよっ、あ、よいしょ、ふう、もうええかな。はい、硬かった。あとはこの後端の部分をこうグリグリと回していけば、はい、OK です。はい、こんな感じに取り付けてきました。裏側から見てみましょう。この部分です。うん、しっかりとできてますね。はい、というわけでここに、とりあえずネジ穴を作ることができましたんで、これをですね残りの部分にやっていきたいと思います。ちょっとねちょっと思ったより硬かったですが、まあ頑張っていきます。はい、というわけで、鬼のように硬かったです。これが油圧工具ならどれほど幸せだったかと思いました。せっかくなんで、ナットが潰れる様子を、カメラで見てみたいと思います。早送りですね。相当頑張って今潰しておりますが、やっぱりねあのサイズが太くなればなるほど本当に硬いです。できれば小さいサイズでやればいいんですけどね、一応強度を優先して太いサイズを使っていました。さあ続いて、秘密の小包を開けております。
中身は何でしょう。中身はこちら。はい、ドアガラスです。いやー、無事入手することができました。よかったです。なんてうまくいきゃよかったんですけどね。はい、実はドアガラスをですね、予備で買っていたんです。開けてみたらドアの形が違う。これダットさん 260Z 用です。形が違うね。前期型だな、あのドアガラス。あっちゃ失敗したな。つかないですね。こいつをですね、移植したら後ろ側はつきそうなんですけど、前側がちょっと形が違う。形が違う。差し込めたらいけるかな。どうかな。試してみようか。ちょっと試しています。はいはい、ガラス合わせてみたんですけど、ガラスの大きさと違いますね。よっ、ガラスの大きさが全然違う。これ今つら位置合わせてるんですけど、まず上が若干違う。で、後ろ側もうこんなに違う。これは使えない。どっちが正解なんだろう、うちの車は。ちょっとカメラに収める余裕がなかったので、こっちの、ドアガラスをですね、車体に合わせてみましたところ、こいつは合いませんでした。こいつは車体に合いました。ということは、こいつは正しいドアガラスということで、ああ、よかった、無駄にならなかったと思ったんですけども、さっきこのこいつをですね、移植したらいけるかなと思ってたんですけど、これよく見たらドアガラス穴貫通してないんですね。ということは、ドアガラスに穴開けなんてちょっとできないんで、ドアレギュレーターも使えない。もしかしてドアガラスだけじゃなく、あのドアの部品一式、これ使えないということになります。唯一使えるのは内装。でも内装もちょっと怪しいですよね。マジで、せっかく光明が見えたと思ったのに、全部使えません。というわけで、ドアを直す計画が頓挫してしまいました。せっかくここまでやったんだけどな。残念ながらドアの形状が違うので全部合いませんでした。唯一あったのは、私があらかじめ用意していたドアガラスだけということになります。マジで、マジでやべえな、そういうことある。はい、というわけで、ドアの作業は残念ながら中断ということで、いや、ショックを隠しきれません。まさかここまで違うとは思っておりませんでした。やっぱ先入観っていかんですね。もうこれだって思い込んじゃってる状態で作業を始めてしまったんで、今回の失敗につながってしまいました。いや、やらかしました。まあ、動画的にはですね、おそらく2ヶ月近く、実際の作業ではですね、まあ、ちょこちょこ来て1ヶ月半ぐらいちょっとかけて、作業をやってたんですけど、残念ながら全部、まあ、リセットという形になってしまいました。というわけでですね、これからの作業なんですけど、とりあえず、まあ、届いてる部品が他にもありますんで、そちらの方からちょっとやっていこうかなと思っております。今回の作業はなかなか痛い目を見ましたが、まあ、これも勉強ということで、次につなげて頑張っていきたいと思います。というわけで、今回の動画はここまでとなります。次回からまた頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。